ルモイ市立病院は、北海道ルモイ市にある医療機関、ルモイ市病院事業の設置等に関する条例により、設置されたルモイ市立の病院である。1872年の、管理津札幌病院ルモイ市長所を起源とする。ルモイ第二次保健医療福祉圏の災害拠点病院であり、地域集散規模市医療センターの指定を受ける。2007年より、地方公営企業法の、 一部適用から全部適用に移行した。1872年に、管立札幌病院のルモイ出張所として出発した。1907年に、村立ルモイ病院として独立し、2年後の1909年に、私立病院になった。25年後の1934年に、町立ルモイ病院として、再び公立の病院になる。戦後の1947年に、 ルモイ市の市政施行に伴い、ルモイ市立病院となる。1965年に病院の改築工事に着工する。1967年に本館が完成し、ルモイ市立総合病院に改称した。1973年には新館の工事に着工し、翌1974年に完成した。1976年に、 自主財政再建後可燃計画を策定し、財政悪化からの脱却を目指したが、1979年に経営健全化団体に指定され、新たに経営健全化7年計画を策定する。その後1993年に経営改善推進会議を設置し、翌1994年に自主健全化後可燃計画を策定する。 1996年に展開地区を決定し、1997年に、篠の目町で用地買収を始める。翌1998年に着工する。2000年に新病院の建物が完成する。2001年に外来診療を開始し、ルモイ市立病院に改称した。ありがとうございます。